あんたは今日からテント暮らしだから。はあ？そうだ、妹は今センシティブな時期だから、お前はちょっと遠慮してくれ。妹の食事を作ったら庭のテントで寝起きしてくれな。夫の指さす方向にはソロキャンプ用のテントが張られている。バカにするのもいい加減にしろよ。今すぐ出てけ。え？今すぐ出てけって言ってんなよ。そんなことできるわけないだろ、こいつは妊娠してるんだぞ。ああ、だからこれだけふてぶてしい態度を取れんならどこででもやっていけるだろう。出てけ。だいたいお前もお前の妹もどうしようもないバカ野郎だよ。私は美里、夫の正也とは結婚して3年になる。夫とは友人の開いた飲み会で出会い、席が隣同士になったことから話に花が咲き、2人で会うようになった。その後彼からの猛烈なアプローチによって結婚を決めた。私は他界した父親から相続した家に住んでおり、そこへ夫が引っ越してきた形だ。結婚してからというもの、少々夫の義妹ひいきが気になったものの、まあ兄弟仲がいいのかなくらいで特に気に留めることもなかった。私たちは前々から結婚後3年間はお金を貯めようと話し合っており、これまでは仕事中心の生活を送っていた。そして今待望の子供誕生のために妊活を開始したばかりである。しかし充実していた私の結婚生活が脅かされる事態が発生したのだ。それは2ヶ月前に遡る。夫の態度に違和感を覚えたことが発端だった。これまで夫は会社をほぼ定時で上がり、まっすぐ家に帰っていたが、義妹と約束があると言っては夜遅くに帰宅する。だから妊活を始めてはいるものの、予定通りにならないことが増えていた。そしてつい先日発覚したのが義妹の妊娠だ。しかもこの妊娠話は夫から聞いたわけではなく、義母から愚痴として聞かされた。こういうのって普通は夫から聞くものではないのか。あれだけ義母と約束があると帰宅が遅くなっていたのに、夫からこの話を聞いていない。これはあえて隠していたのではないかと勘ぐってしまうのだ。まあ夫のことはさておき、義母が愚痴りたくなる気持ちはわかる。私もそれを聞いた時は心底驚いたしね。だって義妹は結婚していないから。てっきりできちゃった婚をするのかと思いきや、相手には逃げられ連絡が取れないそうだ。そりゃ義母も愚痴りたくなるだろう。ただ義妹が未婚の母になることを選択したとしても、本来であれば我が家に実害が出ることはない。しかし夫は私にバレたのならばと自分勝手な主張を振りかざすのだ。あいつも大変だよな。あいつも大変だよなじゃないよ。なんで私それをお母さんからカミングアウトされてんの？普通こういうことってあなたが私に話すんじゃないの？仕方ないだろ、あいつが誰にも知られたくないって言うんだから。いや知られてんじゃん、っていうか知らせてんじゃん、あなたとお母さんにね。そんなの当たり前だろ、家族なんだから。あなたの家族は誰？別にそういうこと言ってるんじゃないだろ。じゃあどういうこと言ってんの？お前は家族じゃないから黙ってたってことが言いたいの？そうじゃないよ、話を飛躍させんなよ。辞書を引け辞書。何それらしい文言並べてんだ。もういいじゃん、母さんがお前に話したんだから。だからそういうことを言ってるんじゃない、あんたが私に話すべきだってことを問うている。頭軽いなこいつ。まあとにかく妹は今大変なんだ、だから俺らで助けてやらないとな。え？は？俺らって誰？俺とお前に決まってんだろ。いやそれおかしいだろ、私あなたの妹に助けてなんて一言も言われてませんけど。家族じゃないから秘密にしとけって言われてたんですけど。あいつだって混乱してたんだ、分かってやってくれよ。いや分かんないっす、混乱してたんだってことは過去の話だよね。今落ち着いてて私に助けを求めたいならお願いしますの一言くらい言えるだろう。お前ってほんと自分を曲げないよな。それ間違って解釈してるよ。理不尽、不条理、無礼には絶対に自分の意見を曲げません。
ま、彼女が私にきちんとアクションを起こしたら、こちらも前向きに検討しましょうかね。私はあまりにも腹立たしくて、この話を強制的に終了させた。それからというもの、家庭内の空気は最悪だ。ま、どちらも折れなかったのだから当然の結果とは言えるが、私には何のお伺いも立てない義妹のフォローをするなんて一般的なことなのか。そして私はあることに気がついた。あの話し合いでは頭に血が上り、夫の意見を最後まで聞けなかったが、夫は義妹を助けてやらないとと言っていた。具体的に何を助けるのか聞き忘れてしまった。こういう自分に若干うんざりする部分がある。しかし夫の意味するところは、我が家の家計を支える通帳を付け合わせしたことではっきりとした。夫は多額のお金を引き出していたのだ。何に使ったのか、それは言わずもがなだ。私はその日帰宅した夫に努めて冷静に話をつけることにした。家計から50万が消えてるんだけど、あなた知らない？え、知らないよ。あくまでしらを切るつもりのようだ。そっか、じゃあこれ不正に引き出されたんだ。ちょっと被害届出してくるわ。あ、なんで？だって私たちが知らない間にお金がなくなってるんだよ。すぐにでも警察に知らせなきゃでしょ。そこまですることないだろ。なんで？あなたが犯人だから。分かってんならいちいち聞くなよ。ダメだ、冷静さを保てそうにない。しらを切るとかマジで根性ねじ曲がってんね。お前に相談したってどうせ反対するだろう。ああ、妹さんに渡すから。ああ、お前せこいんだよ。ほんとせこケチ。妹に貸す金家計から出すなよ。自分の貯蓄から出せよ。ほんとせっこいわ。俺たちで協力するんだから家計から出したっていいだろ。私協力するなんて一言も言ってません。あいつ本当に困ってんだよ。お金もないしさ。いつまでもプーコでいるからでしょ。働けって話だわ。妊娠中に働けるわけないだろ。だからこっちにたかんの？しかもセコケチのせいで家計から出費？マジでふざけんなよ。私たち夫婦だよね。なんで一言も相談なしにお金渡すわけ？言ったってどうせ反対するだろ。なぜ？あんたの妹は私に何の断りもないの。無礼すぎるだろ。もう分かったよ。ちゃんと連れてくるから、もう責めないでやってくれ。私の怒りの矛先はあんたの妹だけじゃないけどね。っていうかむしろあんただからね。なんで俺なんだよ。俺だって大変なのに妹がこんなことになっちゃって。ああ、この人は話の通じない人だったんだ。結婚3年目にして初めて気がついた。そしてこれまで積み上げてきたと思っていた彼への信頼はもはや崩壊しかけている。でもそれは夫だけではない。これまで義母との関係も良好だと思っていたが、彼女は愚痴をこぼすだけで、私たち夫婦に降りかかっている自分の娘の問題をどれだけ把握しているのか、甚だ疑問である。私は先行きの見えない問題にイライラが募っていた。そして2日後、修復不可能な事態が起こるのだ。その日帰宅すると、家には夫と義妹がいた。しかし義妹は私と目が合っても挨拶一つしようとしない。ほら、連れてきたぞ。これで文句はないだろう。もういいや。この人にはどれだけストレートに気持ちをぶつけても私の気持ちに寄り添うことはないだろう。私は彼らを無視し、そのままカバンを自室に置きに行こうとドアを開けた。なぜ見知らぬキャリーケースが2つも私の部屋に置いてあるのか。これは、ああ、そういうことか。もうこいつとは離婚しよう。子供もいないし、こんな奴にしがみつく必要もない。私はキャリーケースをつかみ、乱暴に自室からリビングへ転がした。ちょっと何してんの？今日からそこ私の部屋なんだけど。何もそんな乱暴なことしなくてもいいだろ。そうだよ、私妊婦なんだからちゃんと丁寧にケアしてよね。あんたは今日からテント暮らしだから。はあ？そうだ、妹は今センシティブな時期だから、お前はちょっと遠慮してくれ。妹の食事を作ったら庭のテントで寝起きしてくれな。夫の指さす方向にはソロキャンプ用のテントが張られている。
バカにするのもいい加減にしろよ。今すぐ出てけ。え？今すぐ出てけって言ってんだよ。そんなことできるわけないだろ。こいつは妊娠してるんだぞ。ああ、だからこれだけふてぶてしい態度を取れんならどこででもやっていけるだろう。出てけ。だいたいお前もお前の妹もどうしようもないバカ野郎だよ。結婚前に妊娠したことに文句はないよ。そういうこともあるだろう。だけど相手に逃げられてんだろ。その時点で自分の過ちに気がつけよ。子供を産もうと決心したなら極力人に迷惑かけるな。私だって鬼じゃない。あんたらの態度次第では協力しようと思ったよ。あんたらがどんだけ人としてダメなやつでも子供に罪はないからね。でもなんだよ、あんたらのその態度は人をバカにするのも大概にしろよ。まず助けを求めるべきは既婚である兄じゃねえだろ。親の元へ行け。だから母さんは体裁が悪いって言って受け入れてくれなかったんだよ。だったら頼み方ってもんがあるだろう。いきなり家にやってきてお前はテント住まい、ふざけんなよ。ここは私名義の家だ。あんたらの好き勝手できる家じゃないよ。出てけ。俺がこんなに頼み込んでるのに。頼み込んでる？いつ頼まれたよ。お前は決定事項を私に振りかざしただけだろ、このボグラ。そんなんだからお兄ちゃんの心が離れちゃうんだよ。は？おい、やめ。お兄ちゃんはね、ユリに夢中だからね。はあ、ユリ、お初なんですけど。全然気がついてなかったんだね。お兄ちゃんは私の親友のことが好きなんだよ。ミサトちゃん子供産めないクズだし離婚されちゃうね。なんてことなの。なんて素敵なトピック。つまりあんたのお兄ちゃんは浮気をしていると。はあ、浮気じゃなくて本気ですけど。実に得意げにかつ軽やかに自信満々に答える義舞。ここのところずっと帰り遅かったでしょ。お兄ちゃんはユリの家に入り浸りだったからね。もうやめてくれ。さすがに夫も義舞のアホさ加減に呆れているようだ。こんなところで兄の不倫を暴露するとは状況が全く分かっていない。じゃあ離婚されちゃいましょう。とりあえず慰謝料の話は後日ということで、兄弟ともどもそのゆりちゃんとやらの家にでも行ってはいかんが。私は義舞のキャリーケースを庭に投げ捨てた。お前何やってんだよ。慌ててキャリーケースを取りに行った二人を締め出し窓を施錠した。二人は割れんばかりに窓を叩いていたが無視を決め込み義母に連絡を入れた。そしてやはりと言うべきか、義母は夫の不倫は知らなかったものの自分の娘が我が家に押しかけていることを知っていた。美里ちゃんには本当に申し訳ないことをしたと思っているのよ。でもね、うちに帰ってくるわけにもいかないじゃない。事情が事情だしね、世間様に顔向けできないじゃない。なるほど、それで我が家に自分の娘を厄介払いしたんですね。そういうことではないのよ。私も手伝いに行こうと思ってたのよ。手伝いは必要ありません。今二人を追い出したので。あら、そうなの。きっと二人はマサヤさんの浮気相手の家に転がり込むんじゃないですかね。あら、そうなの。義母はどこまでも人任せだった。自分に火の粉がかからなければ全く問題はないといった様子だ。こんな親だ。その子供がこんな風に育ったことも納得できる。私はマサヤさんと離婚するのでもう連絡をすることはありません。ではもう私には関係のないことなので失礼します。義母は何か言いかけていたが私はそのまま電話を切った。そしてふと庭を見るとまだあの二人がいる。しかもソロキャンプ用のテントに入っていく。これはもしやユリは既婚者なのか。私はテーブルに置かれたままの夫のスマホからユリの連絡先を探した。ユリという連絡先はなかったがリリーという連絡先を発見。これ隠していたつもりなのかな。隠し方がアホすぎて思わず笑ってしまった。
そして LINE を開くと、これまたリリーなる人物とのやり取りがびっちり残されている。これは証拠の取り放題である。私はそれらをせっせと写真に収め、彼女に連絡を入れた。マサヤの妻です。不倫の証拠は押さえてあります。後日慰謝料を請求します。既読はついたが、返事が来ることはなかった。翌日、私は有給を取り、離婚に向けて細やかな処理を開始。まずは朝一で業者を呼び、夫が会社へ行っている間に玄関ドアの鍵を変えた。義妹は一人では抵抗できないのか、夫が出社すると同時にどこかへ消えた。その間に庭に出ていたテントをしまう。帰宅した二人が庭でおろおろしている姿が実に滑稽だったな。結局二人は義母の元へ行ったようで、義母からひっきりなしに電話がかかってきていたが、もう話すことは何もない。夫はもともと几帳面な人だったから、ユリの住所までスマホに登録している。だから内容証明を送ることも本当に簡単だった。運よくユリの旦那がそれを受け取ったことで、あちらも大変な騒ぎになっていると聞いている。その後、私と夫はスムーズではなかったが離婚した。元夫は最後まで離婚を渋り、この家を出ていくことを拒否し続けていた。しかし会社に内容証明を送るというと、今職を奪われるわけにはいかないと思ったんだろうね。渋々だったが離婚届にサインをした。慰謝料も300万きっちり支払わせたし、勝手に引き出した50万も取り返したし、私としてはかなり満足のいく結果だね。もちろん不倫相手からも慰謝料は徴収している。相手側も離婚となったとご主人から聞いた。そして元夫と元義妹は今でも義実家に身を寄せているのだが、世間体を気にする元義母から毎日出て行ってくれと言われ、肩身の狭い思いをしているんだって。元夫が何度か連絡してきて愚痴をこぼしていた。ただ彼がもう私に連絡してくることはない。私はあの家を売り払った時点で着信拒否にしたからね。今はマンションを購入して静かな暮らしを楽しんでいるところだ。結局私は最初から元夫の本性を見逃していたのかな。一度は人生を共に歩もうとした人だけに複雑な思いは残っている。今はただまっすぐ前を向いて前進していく。いつかこのかすり傷程度の傷も癒えてくれる日が来るだろう。結婚した以上はお互いを最優先に思いやってほしいものですね。美里さん、お疲れ様です。一日も早く完全復活する日が来ることを願っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。